度ネギ前です。またメガネ反射してるんですけど、いっか。というわけで今回は2月の漫画のお気に入りの紹介をしていきたいと思います。本当はたくさんお気に入りあるんですけど、東京から大阪の方にちょっと一時帰宅してたりで、で帰ってきてない漫画あったり、あと買ったもののまだ読めてないものがあったりで、まあそんな感じで今月は4作の漫画を紹介させていただきたいと思います。まず1つ目が少女漫画です。はい、こちらバイバイリバディ。この漫画は今月4巻が発売されて完結になってる、結構短めで終わる少女漫画です。すごい有名な作品の狼少女とクロージってあるじゃないですか。アニメ化も映画化もされてる漫画、その漫画を書かれてた作者さんのその連載が終わってから次に連載されてた漫画はこちらです。内容はこの女の子の住んでるマンションの横の部屋にこの男の人が一人暮らしで引っ越してきたんですよ。この男の子がかっこよくてストーカーされてたんですよ。そのストーカーを追い払うためにこの女の子たまたま通りすがって彼女のふりをしてって言って、でそこで初めて会うんですけど、その後に同じ学校やし同じクラス、しかも隣の家っていうことを知って、最初は仲良くないんですけどだんだん打ち解け合って、最後はこんな感じでハッピーエンドっていう形になってます。この先生の作品狼少女とクロージが16巻17巻ぐらいかな続いてて、もうちょっと長くなるのかなって思ってたんですけど4巻で終わってて意外と短かったなっていう感じなんですけど、すごい面白かった作品です。はい、そして2つ目の作品がこちらです。ゆるお先輩と私。これ以前にも1巻の方を紹介させていただいて、2巻がやっと発売されました。1冊1000円ってちょっと他の漫画より、あと BL より高いんですけど、4コマ漫画でこんだけページ数あるからすごいギュッて盛りだくさん、いろんな内容が詰まってて面白い作品です。この子がフリーターで働いてる腐女子の女の子で、その居酒屋のバイトでヘルプとして手伝いに来たこの男の人、年上の方なんですけど、この人がかっこいいっていう感じになって、でも別に恋愛発展とかはなくギャグ系漫画かつ感動系の部分もあるのですごい面白いです。ピクシブだと全部は読めないんですけど無料でいくつか読めるので、ぜひ気になる方は読んでみてください。はい、そしてあと残り2つが BL 紹介です。なのでここからは BL とか腐女子が苦手な方はご視聴お控えください。それでは紹介させていただきます。まず1つ目こちらです。天国行き通過列車。これは1冊で完結するお話です。この男の人がもともと優等生キャラで、まあでも受験とかの失敗とかいろいろあって電車に乗るとパニック障害を起こしてしまうんですよ。それの同じ新院生として入ってきた年下のこの男の人が出会っていろいろ助けてあげるっていうお話なんですけど、なんやろ、これはキュンっていうよりかはすごい感動して泣けました。これも最近発売されたばっかりなので、皆さん気になればぜひ本屋とかアニメイト行ってみてください。そして今回紹介する漫画最後の作品が、最後じゃなかった、待って、 1,2,3,4,5 5点紹介します。これ最後じゃありません、ごめんなさい。はい、最後から2番目がこちらです。これね、読み方ちょっとわからないんですけど、セブンティーン教師って読めばいいんですかね、17教師、多分セブンティーン教師やと思う。これ新刊コーナーに発売されてて教師って書かれてるっていうことは、このキャラ的に生徒っぽいし、先生と教師、先生と生徒っていう、もう素敵な素晴らしすぎる設定だなと思って買ったんですよ。そしたらこの見開きのところあるじゃないですかに567ってあって、いやこれマジか続きものかと思って、生徒攻め先生受けの物語で、結構生徒がグイグイ来るタイプの話なんですよ。2巻しか読んでなくて1巻読めてなかったから、あんま話の内容理解できずに読んだけど、訳ありっぽい関係やなと思って探しに探して、こちらのセブンティーンセイトの方も買いました。こちらが1巻です。なんか BL って1巻2巻っていうものじゃなくてタイトルが変わったりする作品もあるから分かりづらいところはあるんですけど、ね、今思えば全然分かりやすいタイトルだったなって思います。まああとあと1巻も揃えれたしっていう感じです。はい、それでは最後5作品目を紹介させていただきます。最後がこちらです。 OB っていう漫画です。これは OB だけを紹介したいんじゃなくて、これシリーズになってて、結構本屋行ってるんですけど、この最後の卒業アルバムっていうのが売ってなくてまだ買えてないんですよ。だからここまでの全巻だから 1,2,3,4,5,6
巻ですね、今のところ気に入って全部集めて読みました。これは前々から視聴者の方々にもすごいおすすめしていただいてて、なんか表紙的に私はあんまり好きじゃないかなって思って結局買わずにいてたんですけど、なんか衝動的にちょっと買おうと思ったのがきっかけで買ったらめっちゃ面白いし、ちなみにこの同級生っていうのアニメもやってたみたいで、でこの前アベマ TV でやってたから見たんですよ。感動してもう全部見て号泣しました。すごいいいお話でした。これはさっきタイトルで紹介した通り、同い年の男の子、なんとなく暗い感じの優等生タイプの男の子とクラスでも暴れる結構はっちゃけるタイプの男の子のお話です。はい、というわけで2月の私の漫画のお気に入りはこんな感じでした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイドー。